はい、ではこれからビーナスラインを通ってピラタスへ向かいます。あ、やっぱここら辺は白いままですね。ラッツラッツのコブを含めて、全面活動可能でした。今日は確か4月の5日頃だと思いますが、すごいシーズンですね。恐れ入りました。はい、スズラン峠、1750m って書いてありますね。スズラン峠付近の状況、あ、これもう真冬ですね。あ、なんか怪しいトレッドが、さっきすれ違った車もすごくゆっくり走ってましたね。さて、下りは気をつけないと。晴れてればここから阿弥陀赤岳がよく見えるんですが、今日は裾野が見えてるだけでほとんど見えませんね。ここ、あ、3台止まってますね。立科山登ってるんですね。